はい、しまっとけばこれ青いの。はい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 。タイツンが動くと思う。よいしょ。あ、どうしてくんない？うん、やるの。これ邪魔なんだけど、なんなんこれ。いつもここに置いてくれて。ああ、それだから充電のやつですね。取っといてもいいんですけど、別に。真っ暗？そうでしょ。大丈夫か。もう余分なもんしまっといた方がいいよ。やりづらいから。あれ？もうたくさんだから。ちっとも片付けねえんだもん。というわけでね、ちょっとスーパーでいろいろ買ってきた。ちょっといつも行ってるスーパーはね、ちょっと事情があってですね、違うとこ行きました。で、そしたらアスパラベーコン簡単なんで、なんか吉田さんも俺も腹減ってないし。なんかまあつまみになるものって言って、まあ、まあその毎回作ってるやつなんですけど、ロボットからさ悪いけど、アスパラベーコンを作ろうということで。ただ今回のしなくてよ、今回のアスパラがですね、めっちゃ太いのしかなくてですね、ああもう疲れた、めっちゃ太いっていう、あとちょっとでっかいハーフじゃない長いベーコン、あとね、いつもと違うスーパー行ったら、メロゴールドというカルフォルニア産の、ま、メロゴールドってのが売ってて、買ってきた。なんかね、説明、売り場のところに説明が書いてあって、なんかね、グレープフルーツみたいなやつらしいんだけど、糖度が10ってあって、その、糖度が10って、その10がどういう甘いんだかわかんないんだけど、多分甘いってことなんだよ。なんかね、グレープフルーツなのに砂糖かけてないのにグレープフルーツに砂糖かけたぐらい甘いっていうやつらしいっていう説明があったんで、なんじゃそれ、うまそうと思って買ってきました。メロゴールドというらしいものらしいです。ほら、グレープフルーツみたいな感じで、砂糖かけなくても砂糖かけたぐらい甘いらしい、グレープフルーツみたいな感じで、気になるでしょ。だからちょっと買ってきたんです。初めて見たんで、スーパーにあって、説明にそういう風にあったんですよ。グレープフルーツなんだけど、グレープフルーツに砂糖かけなくても、グレープフルーツに砂糖かけたぐらい甘いやつらしい、糖度が10ってあった、だからこれちょっとデザートにね食おうかなっていう感じで買ってきた、はい、じゃあちょっと邪魔になるんで、あっちの方へ行っとくか。あ、匿名の方です。だ、甘いやつらしいっすよ。なんでさ、はい、これ2つはいらないと思うよ。1つしまっといてもないじゃん。確かに、イライラしてるから。イライラしてくる。しちなかったとこでいつもこんなことをさせないって、ひどいよ。ひどいと思わない、人間として。私こういうことをされてる。嫌になるよ、私。本当に。じゃあ僕が作りますから。あ、いいですよ。もういいです。座りながらできるんじゃないのって。だから切ってからなきゃ無理でしょ。はあ。あいつもなんかさ、レンチンした方がいいよとか。あ、大丈夫。これレンチンしてくるよ。大丈夫。あのベーコンがいつもさ、硬くて美味しくなかった。大丈夫です。これ食えます。半分に切って。私食ってますから。あの湯がくか、あの茹でるか。いや、やってくればうるせえな、もういいから。何でもやれば。切ってからレンチンするから。いいよ、やんなくて。レンチンでもいいらしいから、茹でるかレンチンだし、じゃあレンチンの方が簡単だからレンチンで。これごとやれば。だから切って、その量、食う量の分じゃん。食うの量の分。これどうせ食うでしょ、全部やってくれば、このまま。いや、一回切ってからやればいいじゃん。うるさいんだよ、いちいち。こっちの先生。もう、自分でやれなんじゃん。なんでも、人ばっかり使ってよ。だから頭いくんだよ。疲れてるのに。切ってからやればいいんじゃない。毎日毎日よ、片付けから何から全部私。かけてよ、クズ野郎。早く死んじゃえ、この野郎。
クズがよ、早く死ね。クソに、クソガキ。早くいなくなれ、うちから。クソ野郎。てめえみたいなクズはいなくていいんだよ。かなり太いアスパラになりました。関係ねえよ、クソ野郎。かかりたくねえ、こんなバカみたいなガキよ。江戸ガキなんかよ。クソ野郎が、こんな、よせ野郎よ。こういうのをね、半分に切ってやれば食えるんだよ。太いアスパラしかなかったんで、なかったんで。手切ったら困るよ、この丸だから。どうにやったらいいんだい。危ないよ、斜めにすればいい。こうにやってね、やれやね、食えるから。危ないよ、これ。丸いんだから。手切るよ、ほんと。こんな危ねえことで、親にさしてよ。木の部分は食えないんじゃないですかね。食えます。私食ったことありますから。食えます。半分に切らないよって言われてるよ。まあ太いんだけどね。大丈夫です。私食えますから。心配しないでください。私食ってますから、原理。いつでも。あんまり親にさ、こういう疲れること。そこは無理じゃない。食えます。茎だもん。食えます。私全部食えます。これ、食えますから、心配しないでください。あ、そう。やるな、こっち。なるほど。何でも食えますから、大丈夫です。私やったことあるから、そんなこといちいち言わなくたってできるから、すやねえんだよ。こんなでやめて、切ったら大変だよな、こんなのやってよ。しょうがんじゃねえよ、ほんとに。年中、足と腰がグラグラしてる人間に、こういうことをさせるつもりよくねえぞ、人間として。ほんとに俺、そう思うよ。はい、どうぞどうぞ。これは半分で巻いちゃいいんだよ、こういうの。そうっすね。はい、どうぞ。はい、巻きますよ、どんどん返してください、巻くやつ。どんどんこれ大丈夫ですから、このぐらいの硬さだな。いや、一応レンチンだけしてくる。いいよ、やんなくて。巻くやつあれだって。やんなくていいよ。なんでそれ使うの、できたのそれ乗っけるのに。何がこれ。じゃあとにかくこれ、これレンチンしてくるから。かまんないよ。これレンチンしていきます。かまんないよ。何分くらいかな、これ。いらないよ、関係ねえ。適当でいいか。関係ねえ。この量って皆さん何ぐらい、どれぐらいレンチンしたらいいか。関係ないよ、私は。これぐらいの量、人にばっかりどれぐらいレンチンした方がいい。500W したね。500W。あ、これもやれば。はい、どうぞ。はい、これもやればね。どれぐらいレンチンした方がいい。少し茹でたらって言われてる。茹でらと大丈夫だっつうんだよ。わかりました。じゃあ5分ぐらいできるから。茹でると吉田がもっとうるさいんで。じゃあ一旦レンチンしてくるわ。じゃあちょっと洗いますね。洗っとしやねえよ。洗いが跳ねるぜ、バカ。違いだよ、やってることが全て違い。違いほっとけ、いいんだよ、もう。何の頭もねえんだから。5分でいいんだね。じゃあ5分レンチンしていきますね。こんなクズいねえからよ。ああ、どんどんこれもやってくんな。はい、一緒にやってくんな、これ。一緒にやってくんな。悪いけど。となると5分じゃなくなってくるか、これ。どうぞ。もう、いくつやんだか知らねえけど。ああ。いくつやるんだか知らねえけど。はい、どうぞ。うん、はい。こっちは食えますから、私が。まあ5分ぐらいでいったか、全部で。関係ね。こんなのね、炒めが食えますからね。こんないちいち洗わなくたってね、しやねえんだよ。バカバカげなこと、っきりできねえわ。クズはクズだからしょうがねえよ。クズはクズで終わりだよ。
自分じゃ何もしねえで、そんなこと余分なことべしてやがってよ、クズ野郎が。とりあえず5分にしときました、ね、500ワットで。クズ野郎が。レンチンしております。こんなの関係ねえよ。まあ5分ぐらいでいいんだよね。関係ねえ。こんなの食えるからすやねえんだよ。やんなくたって。私前やって食ってんだから。かわいいもん。硬いもやってみんな食ってますかね、私は。こんな足がぐらぐらなのに一日一呼吸使って歓迎がいねえわ。あ、全部やなくていいんだよね。そうだね。じゃあもう洗うから、これ危ないから。どいてどいて、もうムカつくから年中人をこき使って自分じゃ何もしねえ。最低だよ人間として。なんで人をここまでこき使うみたいな、ムカつくんだよ。自分でやればいいじゃん、人ばっかり。いやだから俺やるって言ってんのに吉江さんがやらせないんじゃないですか。やればんじゃ関係ねえから。あ、だってこれ巻くだけでしょ。だってなんでないの。何が巻いて焼くだけやん。やればいいじゃない、自分で。こぎたねえ手で俺は食わねえから。あんたの作ったの食えばあんじゃ、自分でやって。こぎたねえのは食わねえから。あんたのチンボイジってような手なんか食いたくないから。しょんべん垂らしのこんなクソ野郎、最低だよなあ。あ、10個あります、イルミネーションの。大体に置いてよ、ヤオコまで行ってよ。なんで皆の病院になさねえんだい、草履を。あそこまで行って。普通じゃねえで、どう見たって。普通の人間じゃねえよ。もういいよ、用はねえから。あんたに言うことはねえよ。県民税まだ払わねえよな。ずっと言うからな、払うまで。払うまで言うよ。県民税払ってねえよな。県民税払わねえよな。ずっと言ってるから、私は悪いけど、あなたのことはずっと言ってます。こんな220円いくらだ、こんなもんで買った。キチガイだ。キチガイだ、キチガイだよ。キチガイなんかどうでもいいんだよ。キチガイはキチガイだけどね。どうでもいいんだよ、こんなやつ。はあ、どうでもいいんだよ、こんなクズ。自分で働けいいで、どんどん。親つかねえでよ。いちいちよ。いちいち人をこき使ってるよな、あんたは。すごいよな。親苦しめてるよな、いつも。片付けは一切しねえ。関係ねえよ、あのバカ。バカだよ、こんなやつ。早くうち出てってくれよ、いい加減でよ。もういなくていいんだからよ。クズは必要ないから、私には。クズには必要ないから。大ごとなんだ、大ごとでやってるんだから。恐ろしいよ、本当に。何でも私にさせて、自分でやればいいんだよ、何でも。そうでしょ、いろいろ買ってきちゃうさ。ああ、匿名の方、新国移動ぞ。お前がお前がお前がアラブの席を見るぜ。ビリーズソソはクレッソンマン。こんなバカのいねえから。イルミネーション花火、匿名方。こんなバカなんていやねえよな、クズっぺみたいなガキは。こんなクズガキはいないよ、あなた。どこにも。こんなクズっぺいねえよ、あんた。こんなクズにはね。こんなクズにあんた、いろんなご当たってよ。ここまでクズはね、世の中渡っていけねえよ。クソ野郎で。バカだね。こんなクズっぺりゃね、ダメだよ。ヨタやろうぜ。まったくな。ヨタっぺりゃ話になんねえわ。クズ太郎じゃもう終わりだよ、世の中。クズ太郎じゃ終わりだよ。イライラしてくるよ、ヨタやろうで。何もできねえクズっぺだよ。
クザドリーンだよ。クザ世の中の吐きダメだから、ダメクソだから、熱いクソダメだから、あんなもんだ。絶対5分やりすぎな気がする。これ正直3分ぐらいでいいんじゃないのかと思ったけど、リスナーが5分とか言うから。柔らかくなりすぎてないこれ。なあ、すぐ5分は柔らかくなりすぎな気がする。これめっちゃ熱いし超柔らかいんだけど、誰だよ5分って言ったやつ。多分これ3分ぐらいでよかったと思うよ。めっちゃ柔らかくなっちゃったもん。そんなの温めなくてツヤねえんだよ、焼くんだから。まだこんな芯までくれるんだから、やんなくて。熱々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 、あっ絶対これやりすぎ。ああ、やだやだ、もう食ったくさだ、もう食ったくさだ、今もうどうでもいいんだ。あっ、熱い、ここに乗せといてくんない、悪いけどさ、昔っから。どうとんのこれ。どうに取る、取れないよ、忘れてや。もう疲れたから、やっと生きてるんだから。ハーフベーコンってのいつも買ってきたけど、今日はハーフじゃないやつです。これ切った方がいいんじゃないの。うん、どうなんすかね。全部巻いちゃうの。あ、まあ確かにちょっとでかいっすかね、巻くにしては。半分じゃないの。うん、半分かな、じゃない。一回巻いてみれば、そのまま、うん、ああ、やっちゃうな、本当に。なんでここまで私がやるんだろうね。じゃあ俺がやろうか。結構です。いや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 、もう済んでるじゃん、だって。なんで私がやるんだよ、俺がやろうか、結構です。それに文句言うんでしょ、なんで私がやるんだろう。あなたにやられたら汚いです。罪じゃないですか、吉井さん。生で食えんじゃんの、これ。いや別に、ベーコンは生で食えるでしょ。はっはっはっ、あっちいな。これ一つずつでいいんじゃない、二つじゃなく。あ、結構太いっすよね。できたらこの茎の部分と上の部分を半々で一個一個ずつ巻いた方がいいと思うんですけど。なった、二つやなく。いやだから二つ巻くときに茎の部分と上の葉の部分を一個。だから分けてるじゃん、ちゃんと。そう。おいいんじゃねえの。あ、いいねいいねいいね。何言ってるの、バカやろ。あ、いいと思います。くすったれや。よせやろ。あ、くすやろ。お前みたいなくずってよ。邪魔するじゃねえよ、バカやろ。あー、おさ。背が切れんだよ。もうあの人だったら行くんだから、お皿だから。ベーコンまだ足んなかったらあるんで、もう一個買ってきたから。もういいんだよ。どう、ま、巻いてる感じどう。まあいいじゃない、その切なくて大丈夫な感じ。あ、何を。それちょうどいい、巻き、まあ、いいじゃない、一つで。あ、そういいと思うけど。これとこれでもいいんじゃない、別に、うん、いいんじゃない。上ばっかりじゃなくて、もっとこれか、ベーコンが多い方がうまいんじゃないの。そうですね、確かに。いや、こっちに、ここはうまく映んないから。ダメだな、やりづめえな、うん、あー、やだやだ、イライラしてきた。イライラするよ、これ。イライラする。あ、一応5分レンチンしました。なんかやりすぎな気がする。超柔らかくなっちゃった。だってこんなやんなくたって食えるんだからですよね。いやでもそうすると、あのベーコンが炒まりすぎて美味しくないの、硬くなっちゃって。あ、チケット。わせもこれ何回も作ってるから、こんなもの。うん。あれ毎回、あれ美味しくないですよ、あの硬くて、あのベーコンが。もっと
ベーコンに火通んないようにしたらもっと美味しいのにと思いますよ、毎回。火の通し方で全然変わりますから、料理って。うそこといいんじゃねえよ。だろ。切れちゃうなんてよ、なんでこれ。何もできなくてね、バカ野郎が。物は知ってるかすだけだよ、このクズ。江戸クソだよ、江戸じじい。ああ、よいじゃねえ、こんなことは。もうなんでこんなことやっちゃうの。ああ、もうやだやだ。楽しんでやってねえから、私。いや、性が切れて。もうそろそろあの世に暮らすやねんよ。最後の巻きだよ、これが。最後の、おめったぶつかるなよ、人の頭に汚ねえな。そばに切れてくれよ、もう。イライラするから。嫌いだからよ、そばに切れてよ、もう。人に切られるとイライラしてくるよ。悪いけど、本当に。朝前来るからよ。俺もよ、相当頭にくるから、人に高い靴でぶつかられると、肝が入れて。こんなの作って何になる？江戸ガキだよ。何もできねえクズのくせに、江戸野郎が。これ丸切りだなきゃ、この野郎は。なんで切ってねえんだよ。あんたが切る、あんたがよこしたんだよね、それね。あっちのわね、関係ねえよ。笑うんじゃねえ、このバカタレ。暑いですけど、吉田さん。吉田さん、地獄行きですから。吉田さん、地獄行ったらもっと暑いですよ。地獄は、ね、暑さとか寒さとか、ね、痛みとか、ね、いろんなものを味わうから、吉田さん。地獄なんか関係ねえよね。吉田さん、絶対天国行けないの。絶対さん、地獄行きですもん。どう考えても。あんたが地獄だよね。人の銭を使おうめよとやるだよ。地獄で会おうぜ。30いくつになってよ。働かねえクズやるだよね。こんなもんが地獄落ちなきゃ落ちるもないや。働かねえよとやるだよね。女クズは嫌いねえよ、世の中に。ここまでクソっぺみてなよとやるわ。ここまでくさいねえよって。いつもね、ベーコン半分にしてんだよ。今日は一つ巻いてんだよ。だから、あれ、食い出があると思うよ。いつもこう何も巻かねえから、俺。半分で巻いてるから。ああ、いいんじゃない、なんでもな。なんでもいいんじゃない、これ。でかいよな。これ半分に切った方がよかったな。どうすんだ、切ってない。切ってねえんか。しょうがねえか。一つずつも入ってます、お金じゃ。さやさん、右下ナイスをしてない方教えてくださいね、お願いします。たまに言わないと、それほんな作ったり言えねえよ、あんた。言えるやん、言葉で言えばいい。言えねえよ、ほら。言葉で言うだけぐらいできるよ。絵面なんか見てねえよ。ドーナツもモテって言ってんじゃないんだから。ほら、絵面なんか見てねえから。実は今521です。見てねえよ、ほら。それより息が苦しいよ。ちなみに今ナイス630です。関係ねえよ。あ、息は苦しいだけだ。631、息は苦しいよ、ほら。悪いけど、もういいんだよ、あの世行くから。そろそろ覚えててくんない。もうそろそろあの世行くから。やめよ。いつまでも生きちゃいねえ。悪いけど、ああ、たくケチな野郎。いやいや、これがうまく取れないことでケチな野郎ってどういうことね。これがうまく取れないことをに対してイライラして俺がケチな野郎って八つ当たりじゃないですか、ね、多分俺に対して言ったよね、今ね。おめに言わねえで、誰に言うの。おめしかいねえべ、そこね、クズ野郎。
なんで俺がこんなことしなくちゃなんねえんだよな。じゃあ俺がやろっか。ああ俺がやろっか。食わねえけどな、あんたがやったんじゃ。辛抱いじってるなんて気持ち悪いからよ。あんたがくるんだんじゃ食わねえよ。そうじゃなくてもしょんべん垂らすやろ。お星様みたいだな。お星様いくつ、なんだか知らねえけど、おごつでしょうかね。息が苦しいんだよ。今日も食いすぎたからな。毎日食いすぎてりゃこんなもんで作らされてよ。かわいそうなもんだ、ババアが。毎日いろんなもん作らされてよ。本当に食いすぎでよ。俺がやるって言ったら、なんかやらせないじゃないですか。あんたにできるわけねえよ。あ、切れちゃうんだよな、こんな。切れちゃうんだよ。長すぎるんだよ、ベーコンが。いつもこの半分なんだから。もう太いから今自分で何やってるか分かんねえんだよ。本気で普通毎日みんなご飯作るんだよってみんなに言われてるよ。いいんじゃない、別に具合が悪い人間だから。なんか具合が悪くない時も毎日作んなかったよね。あ、働いたかんね。いいわけだ、働いたか。で俺がね、お買って作ろうとすると、使おうとすると、散らかすから使うじゃねえよって言ってね。で外食してきたら贅沢すんじゃねえよ外食なんてって言ってね。で、あんたあれだね。で俺はカップラーメン食うかね、あの買ってきた惣菜食わないと文句言うんだよね。それ以外は文句言うの。外食したら下で贅沢しやがって外食してとかって。で嫁さんも料理作んないし、俺が料理お金使おうとしても作るじゃねえよ汚れるだろっつって怒って。嫁さんの場合カップラーメン食うか買ってきた惣菜食うかじゃないと黙ってないんですよね、この人。じゃああれかい、マジでどうしよう。俺が働かねえでな、おじいさんおばあさんと3人で遊んでれよかったんかい。働かねえでほんで金は誰の金を使うんだい。俺が働かねえで誰の金を使うんだい。親の年金を使うんかい。そう思わねえかい。よく考えてみてくんない、胸手当ててね。俺が働かなかったらどうすんだい。早くして、とりあえず相手で金一銭もよこせないんだから。俺はいらねえったんだから、金なんか欲しくねえってはっきり言ったんだから。いらないからって。俺が働かなきゃ親の金使って生きるってことなんで。違うかい。これこのベーコンだけで巻き切るかね。まだもう一個あるけどさ、足んなかったらあと3もあるから、ああ、いけるね。ちょっと余るけど、余ったやつ炒めちゃえばいいな。普通にさすがにもう一個開けるのどうかと思うんで、これだけのために。あ、でもちょうどぐらいじゃない。ほら、ちょうどじゃん。あと2もあるから、狙ったかのように計算してないのに一本なんか余るけど、あとベーコン2枚なんで。アスパラはね、レンチンしました。これはくびれがあるよ、ベーコンが前より余分に巻いてあるから。ベーコンめっちゃ太いっすからね、前のと違って。これは半分使ったから、前は、うん、だから一つ食うや結構お腹いっぱいになるよ。そうっすね、こんなに食うとめったデブになるから俺、ね、俺めったらデブになるもん。最近料理ばっかり作られて胃が痛くて夜眠れねえ時ある。
食いすぎて困ったよ。めっちゃ太っちゃって困らないね、俺も。えら太っちゃう。どうしようね、あといくつあんねん。ベーコンあといくつあんねん。あと2個じゃない。あ、あと1個だよ、だからこれ。1個、うん、ちょうど数合うんじゃないですか。お母さん、これすごいあれだからね、半分のやつが倍巻いてあるってことはすごいボリュームがあるってことだから、うん、すごいからね。取ってしょうがねえよ、これ食ったら。そうよね、こんなの食えよ。当たり前じゃないの。はい、もう一つ。ああ、あとなんだよ、いくつだよ。中途半端だな。3つ入れちゃおう。ああ、まあそうだよ、3つ入れてもいいんじゃない。1個ぐらい。精神がおかしいね。これ最後っすね。精神がおかしい。こういうなった人やなきゃ、うん、この気持ちはわからない。今回はね、ちゃんと茹でて、どんだけ辛い、レンチンしてるんで。どんだけ辛い人生か。本人じゃなくてわからない、これは。あの世も近いからいい。ああ、おお、できた。ああ、ちょっと、はい、ちょっとできました、全部。何、ちょっと何、これだよ、どかすんだよ。何を。ちょっと置いといてね。よくできたね。いじんないくれる、悪いけど。できるやだから、悪いけど。あんたなんか大嫌いだよ。どうしてくれる。じゃあやりますか、焼きますかと。まだやらないよ。あ、そう。なんで休憩。休憩じゃねえよ。あ、片付けてから。そうだよ、当たり前なんだよ、こんな散らかったとこで焼いて。何が言ったよ。そんな散らかってないっすけど、ね、そんな散らかってないっすけど、ね、うまかねえよ。その皿とそれてか、うまかねえ。皿 焼いたらそこに入れるんじゃないの。うまかねえ。焼いたらどこに入れんの。ここでいいんじゃないの、数があんまりないから。あとベーコンのその袋ぐらいじゃない。それ以外で散らかってるとかあります。そうじゃなくって、絶対私の頭いじんないでしょ。触んないでやね、どこも。私大嫌いだから。あんたほどあの人生で嫌いな。頭をいじられすぎてついに、そうじゃない、どこでも、どこでも頭をいじられることに対して警戒をしている。どこでも触んないでね。私一番人生で嫌いな人間だから。あんたは人に苦労かけ同士ですごいよ、あなたはすごいのだよ。人の財産をめった減らして、よ、用事した方がいいらしいですよ。関係ねえよ。関係ないらしいです。関係ねえ。関係ないらしいです。用事、まあ、してもしなくてもいけるんじゃない。前、取れなかったんだよ。うん。あんまり用事なくてもいけると思うけどね。前、うんと巻いてるから、しやねえんだよ。いちいちよ。うるせえんだよ。チーズないっすね。チーズバターも前作ったけど、何もできないクズだよ。本当に頭痛い、早く寝たい。
あ、寝てるときは何も分かんないから、早くしてそんなの死んじゃいたい。本当に頭痛い。あんまりお腹空いてないですよ、僕も吉江さんも。なんか結構昼過ぎぐらいに食ったし、そんな腹減ってないんで。例えばアスパラベーコンとかだったらちょっとつまみぐらいじゃない、ご飯食わないでさ。とあとなんか買ってきた、なんかそのちょっと閲覧上がってきたからもう一回紹介するけど、この枠の最初ぐらいでね紹介したんですけど、おやつはないから。なんかこんなものがスーパーにあったんですよ、見てください。めったこの辺に散らかすな。メロゴールドというものが見えますかね、メロゴールド。めったに散らかさないでね、この辺。なんかね、僕知ら、このメロゴールドって知らなかったんだけど、スーパーのフルーツ売り場にこれ置いてあって、で説明が書いてあったのよ。これ売り場のとこに説明が書いてあって、なんかグレープフルーツの種類で、グレープフルーツにこう砂糖かけて食う人いるじゃないですか。でこのメロゴールドはグレープフルーツみたいな感じなんだけど、砂糖かけなくてもグレープフルーツに砂糖かけたぐらい甘いやつらしくて、この上のことは粘るよ。でなんか糖度が10らしいです。まあその糖度が10がどれぐらい甘いのか知らないけど、基準が分かんないんですけど、その糖度10って言われても、はい、くっちゃべっていて何の違いね。なんかね、そのずうずうしいから、グレープフルーツに砂糖をかけたぐらい甘いらしい、砂糖かけないで。だからなんか初めて そこのスーパーの売り場でこういうのあるんだって気づいて、で美味しそうじゃないですか。であと配信のネタにもなるじゃん、食レポ的な感じで。だから買ってきた、くっちゃべっていて何もできない。デザートにねこれ食おうかなと。まあお腹いっぱいになんなければこのくっちゃべっていて何にもできない、こういうものを片付け臭くもしね、もうさアスパラベーコンでお腹いっぱいになんなければちょっとデザートで食べようかなと。まあ、配信的には食った方がいいか、ちょっと1個はね、最初このヘドジジイ。まあ多分デザートで食べると思うんで。クソジジイがよ、何値段はいくらだったかな、値段見てないんだよな。あ、いいね、参加です。あ、どいてくんな、そんなアホみたいに高くなかった。あ、どいてくんな、ほら糖度10、片付けねえから、あんたはね、喋ってみて、何にも片付けないんだよ。スイカは甘いね、クソ野郎。スイカってだいぶ甘くない、てめえみたいなクザいらねえよ、クソ野郎。まあスイカにもそのいいやつ悪いやつっていう、糖度の高いやつとかあると思うけど、まあ一般的なスイカぐらいってことね。ちっとも片付けようとしねえ、何でも。もうさーっとして喋ってりゃいいんだから。もうさーハチみたいな野郎で。もうさーハチだよ、あなたは。あなたは何もできねえクズだよ。悪いね。これしまっといてもいいよ。グレープフルーツは血圧の薬飲んでる吉江さんは食べてるの。いや、さ大丈夫でしょ。さすがにそんなことない。そんなことある。何でも。グレープフルーツ食べたらダメとかないでしょ。お、片付けてもいいんじゃないの。ふふん。そんなことあります。え、そうなの？そんなのあんの？あ、ダメだ。便所行きたい。え、でもじゃあ一個ぐらいだったら大丈夫。味見るだけ。ああ、困った。一個ぐらいというか一切れというか。行ってきなよ、トイレ。ああトイレ行ってくれ。行くけどさ、きついな。だから行ってきなって。もうどうでもいいんだ、もう。じゃあ なんでトイレ行きたいのに座るの。これしまってから。いや、そんなんじゃ、そんな緊急の、ね、おい拾って。物事には優先順位ってものがあるじゃないですか。座れば止まるんだよ、止まんなきゃむっちゃうんだよ。いやいやいや、その一時的なもんです。どう考えてもトイレから行った方がいいと。あーれ、それのど豆さんから、おわいがおわいがおわいが腹部の席を見たぜ、ミニーツソフトバンク、そこなんだっけこれ、イルミネーション花火です。ありがとうございます、のど飴さん、ありがとう。ありがとうね、お前がお前がお前が嵐じゃねえ、アラブの石油のウィンドズ・ビル・ゲイツ、ソフトバンク、ソンマス。ありがとうございます、のど飴さん、ありがとう。トイレ行った方がいいんじゃない、とりあえず。ちょっとこれをしまってからだよ。
もう邪魔のもんはしまないと私嫌なんだよ。散らかしてね、おかってやるの一番嫌なんだよ。いや、また漏らしますよ、そんなことやってたら。優先順位ってのがあるのよ、物事には。関係ねえよ。座ればね、しょんべんは止まるんだよ。はい。はい、しまってください。どんどん。やだいってたかんね。さあ、これで便所入ってくれ、いいか。あ、めっちゃ。優しすぎちゃった。何優しすぎるの？メロゴールド。穴が開いてるんかい？穴は開いてない。開いてる。開いてたらあれかぶせた方がいいよ。はい？かぶせた方がいいよ。何を？腐るから。いや、大丈夫でしょ。良くないと思うよ。それ、直に置く場合には穴開いてていいんだけど、冷蔵庫入れる場合は、これ入れ、あっと入れて置いた方がいいよ。思ってんだよね。いや、だって、渡せみたいな感じだったじゃん、今。思ってんだよ、言われて。自分で入れろよ、早く。何でも人に対してさ。ひどいよ。あれかよ、あの、ご飯が Z ソード渡した時のキビとかよ、マジで。ほら、はい、入れ方わかるんかよ。わかります。あんた、バカだから。入れ方の順序もわかんない。ね、ああ。トイレ行った方がいいんじゃないの？行くけどさ、早く行った方がいいんじゃないですか？最近はね、心臓もおかしいんだよ。あ、じゃあさ、ナイス言ってから行けば閲覧増えてきたから、760に。ナイス言ってから何が？ナイス言ってから、ドーナツやっとく？皆さん、ナイスよろしくお願いします。よろしくお願いします。便所行ってきます。もう大ごとだけどしょうがない。さあ、673ナイス、755閲覧の方。ああ、大ごとだ。やったるってんだよ。もうこの世の終わりだと思ってるからね。普通の体ならね、こんなこと簡単だよ、あんた。普通の体ならね、こんなことやるの簡単。私、普通じゃないから。なるほど。心臓の母言うんだよ、最近。もう、長いことねえと思うんだよ。心不全もかかってるから。あ、ちゃんと親がいなくても、きちんと生きてった方がいいよ。なんでこういうとこへ置くの？私が通るとこへ。え？どういうと思わない？少しは配慮が必要だと思わない？配慮が必要。くたびれたな。もう終わりだな、こんなじゃ。チームの部屋明るいんだけど、何がついてんの？ああ、パソコンかな。消してくんない？パソコンだって高いから。無駄金だから。無駄のお金だから。あんた悪いけどさ、パソコンだったらじゃねえから、高いから、電気。交換になってるよ。あんたなんでついてないの？交換になってるのに、交換になってるのに、あんたなんでつけられないの？あれか、そう思わない？交換になってるよ。はい、私もう便所消してきたか忘れたよ。あんまりやることが多すぎて、もうどうでもいいんだ。自分の足がもうどうにもなんねえから、こっち側が。もう終わりだ、人生。ああ、きついな。
なんでここにいねえんだろうね、あのクズ。あのクズだよ、うちの。ようとやろ。あ、ヘドやろ。ねえ、うちのクズ。どうしようね、クズ。人ばっかりこき使って。すごい人間だよ。じじいまでそんな引っ掛けがあるって。ろくなやついね。どっちも。みんな、クズで。さあさあ。ああ。さあ、くたびれたな。やるかい。う。もうやるんかい。もうやるの、うん、こんばんはって。ああ、笑ったってね。ライちゃん、ピアさん、ヨシエさん、焼いて食べようって。うん、ああ、テラちゃん。ナイスだって。ありがとう。ありがとうね。やるもう。さあ、じゃああれつけなくちゃなんだよねえ、俺つけなくちゃ、換気扇を、換気扇つけなきゃどうしようもねえ、さあやるか、じゃあねえ、ありがとう。720の閲覧の方、よろしかったら来るなよ、そばへ。ナイス、よろしくお願いします。いや、そっち向けないとか、あなたに来てもらいたくないです。悪いですね、あなたの顔見たくないです。悪いわね、はい、ね、笑うってね、ヨタガキ、ヘドガキ、クソガキ、ね、ヘドガキ、クソガキ、ヨタガキ、ね、ヨタヤルをヘドったれ、クソガキ、クソガキやろうの、ヘドジージーやろうってね、ヘドジージークソジージー、ヨタジージーやろってね、ジジッペやろうの、クソったれ、ジジクソジジヘドジジ、ヨタジージーやろね、ねえ、クソやろ、バカたれ、ヘドジジクソジジ、ヨタジージーやろ、ジジッペやろう、あ、ここに、ここに、そんなに炒めなくて大丈夫、レンチンしたから柔らかいから、あんまり炒めすぎるとその硬くなっちゃうから、あのベーコンが、だからそんなに炒めなくて大丈夫ですよ、柔らかいですから、レンチンしたから。ヘドジージーやろうって、分かった、そんな炒めないで、そんな焼かないで、焼きすぎたらベーコンが美味しくなくなるから、カリッカリになって、あの当たり前なんだよ、結構も柔らかいやつなんでレンチンしたんでね、そんな行かなくていいからね、死ねえ方が良かったんだよ、下からよくねえ、下はダメなんだよ、これやらなくていいんだよ、跳ねる跳ねる、洗ったから、跳ねる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 、洗ったからね、洗っていいもの洗う必要ないね、ヘドジェジェクソジェジェ、ヨタジージーやろうってなる、ヘドタレジージーのクソタレジージー、文句タラタラ言わねえとできねえよ、あんたね、ヨタやろべえでヘドクソみたいなジージーじゃん、どっち見てもね、弱火でやんないとね、これベーコンがね離れちゃうよ、うん、そうでしょ、ヘドジージークソジージー、ヨタジージーやろうって、こんなもんでいいんだよな、あんまり入れてもよ、
あんまり入れてもな、ベーコンだけ焼けないんで。あ、タイトルタイトルどうしたんだ、タイトルマッチがどうしたんだよ。ダブル入れとこっか。ダブルやろうの、ヘロジージやろう、ヘロジージクソージヨタジージヘロタレジージクソジージやろう、ヘロジージクソージヨタジージやろう、ヨタでもクソでもいいんだよな、ヨタヘロジージクソタ。味付けは？味なんかいいんだよ、塩コショウでもなんでも。どうする、味付けないで食べるときに。そうだよ、そうのがいいよ。だってフライパン汚れちゃうから。おしゃ。そしたらあの塩コショウをかけたりとか。あ、いいんじゃないの？まあ、吉田さんが好きなポン酢とかでも食えると思う。あ、いいんじゃないの？なんでも。うん、構わないよ。味はつけない感じで、とりあえず食べるときに味つける感じ。俺塩コショウで結構です。ヘロジジクソヨタジジヨタジジクソちょっとね、熱くなってきたね、跳ねるね、ちょっと弱火ね、もうベーコンが煮えてんだから、ちょっと弱火ね、やかに跳ねかさないわよ、私バカじゃないから。背中が痒い、背中が痒いし、書いてもらえば、いな、なんだっけ、いなこに、いなこに書いてもらえば。いなことはあんたの好きな稲子さん、あなたの好きな稲子野郎だよ、稲子じじいのクソじいじ野郎ってな、ヘロじじクソじじい、ヨタじいじ。あ、これベーコンさ、生で食えるんだ。ベーコン生で食えよ。別にベーコンは生で食えるよ。これ結構とりあえずさ、ある程度焼いたらもう味ちょっと一個食べてみれば、硬さ的にまだいいんじゃないの。硬くねえだんだよ、チンしてあんだから、ね、薄焼き。ベーコン焼きすぎでも絶対美味しくないから。生でもよくねえで、マヨネーズつけたら美味しい。あー確かにマヨネーズでも絶対うまいよね。確かにアスパラベーコンってなんかブロッコリーとマヨネーズ合うじゃん。でちょっとブロッコリーに若干似てるっちゃ似てるもんね、味とか食感。アスパラでまあ別にベーコンってマヨネーズ合わないわけでもないだろうし、確かにマヨネーズパターンも全然うまそうだし、うん、吉田さんにしては結構強火じゃないですかこれ。これくっつかねえから強めにしてんだよ、剥がれちゃうとまずいよ、ベーコン。ケチャップ、なるほど。まあいろんな味変パターンもあるかね。ケチャップ跳ねかさないでしょ。まあ、ね、でも結局塩コショウが一番最強だとは思う。俺塩コショウが一番いい。確かに塩コショウが最強だとは思うな、俺も。なんだかんだ、まあでも味変みたいなのもあるやんね。なんか単調すぎるから、同じ味ばっかだと、うん、まあマヨ醤油とかもまあありだね、多分。変わったんじゃなくて、俺塩コショウです。私はね、私は塩コショウです。そろそろちょっと食ってみれば、一個。まだ早いと思うよ。いやだから、もうだってあんまりやりすぎたらベーコンがさ、あ、まだ早いかな。ベーコン中焼けてませんよ。だってぐるぐる巻きだもの。焼けてね、生食んだらいいよ、別に。生食んだらいいですよ、食っても。焼けてませんよ、中は。
もっと強くしましょうか。ベーコン生でも食えるんで。あ、表面が焼きすぎると多分美味しくなくなっちゃうと思いますよ、ベーコン。あまり焼きすぎると硬くなる。じゃあ、あんたら生食ってみてください。やりますから。あなたが蓋すると嫌がるんで、吉田さん試しに食ってみてください。じゃあ食います。一個食べてみれば。最初入れた、一番最初に入れたやつ。一番最初入れたやつ食べて。俺まだ食いたくないから。よく焼けないと。いや、一応アスパラレンチンしたからいけんじゃないかな。だってこういうのはさ、よくやらないとほどれてくるから。ある程度はよく焼かないと。いや、そんなことないから。ほどれそうそう、一番最初に焼いたやつ食ってみれば。これじゃないと。あんた食う。で、食ってみますか。あ、どうぞ、うん、はい、入れますよ。はい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 。じゃあ、まあ塩コショウでいきますか。醤油だけでも美味しそうだから、ね、普通に。じゃあちょっと食べてみたいと思います。塩コショウです。私はまだ食わない。多分もういけるでしょこれ。レンチンしてあるんで。いけるんじゃない。うまっ、うまっ、何やっぱもう全然食えるよ。やっぱ焼きすぎ良くないよ、絶対。これぐらいがいいって。うまい、うまっ。じゃあ入れるよ。あと芯取ってないから芯がちょっと芯みたいなのがあるけど、まあ食える。芯とか取ってないんだよ。食ってみれば。試しに行こう。いいよ、まだ試しに行くって。いや、でも言ってない、ほら焼いてるからいいよ、まだうまい、めっちゃうまいわ。でも普通にめちゃくちゃうまいわ。うん、はあ、皆さん、ナイス、よろしくお願いいたします。よろしくね。さあ、708ナイス。700以上やったらあるんでね、ちょっともうちょい増やしていきたいですね、どうにかね。うん、あ、イルミネーション、ワロタンさん、2個あるやつ、ありがとうございます。ありがとうございますね。うまいわ。ありがとう。醤油だけでも美味しいね。マヨネーズもありだね、確かに。うん、もう次入れますかね。はい。あとね、前と違ってこれ太いアスパラだから食い応えがあるよ、前のより。アスパラが、あ、そうだ、ベーコンも確かに長いやつだから食い応えがある、かなり。今回のは前のもっと細いアスパラで、あの、これの半分ぐらいの長さのベーコンでやったんで、前何回かやったの。いやー、冷えたウーロン茶いいね、これ。うまいわ。冷えたウーロン茶飲みましたよ。ちょっと腹減ってきたな。なんかさ、あんま減ってなかったのに、これ1個食ったら結構腹減ってきたわ。ご飯で食うか。アスパラベーコン別にご飯でも食えじゃん。ご飯で食おっかな。ちょっと油がないね。腹減ってきたわ、なんか食ったら。
アスパラこれ何袋使った？2袋？はい、何袋使った？2袋だよ。あと1つか。なるほど。あと1つ残って、ベーコンが1つ残ってる。なるほど。いや、ベーコン余るよね。うん。いや、美味しいっすよ。一個食べてみる。どれが？どれがって言われても。どれかけた？別にこれでいいんじゃない？どれかけた？かけてないな。じゃあどうする？これ食う？あ、どれでもいいな。じゃあ味塩コショウだけでいく？だよ、いいよ。あ、もういいよ。あんまりしょっぺんじゃかなねえ。もうちょいじゃん。あんまりしょっぺんじゃかなねえ、こっち。これだけかけたから。具合が悪いからね。具合が悪いに。はい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 。しょっぺんの。はいさん、あんあん。いいよいいよ、置いてもらっていい。いやいやいや、それで食わない。悪いね。俺自由に自分で食うから。結構です。あやさん食べてじゃ。結構です。食べて。こういうの、後でこれやりますからね、皆さんね。この芯を。芯を焼いて食いますからね。うん、いや早く食えよ、これ。これはね。早くかけたやつだけ食って。これ12時頃やるんだよ、ね、あ、味どれかけたか分かんなくなるから、はい、かけて、これこれ一番こっちのやつね、手前のね、塩コショウかけたんで、はい、どうすか、吉井さん。じゃあ、おい、きたねえよ、こんなの目が家庭の食えねえよ、おめえ。硬くないでしょ。違う、でかすぎてよ。硬くなかったよ、俺全然。太くて食えねえよ。汚いなぁ。うん、いや、俺全然硬くなかったけど、それだけ通ってなかったの、味。そういうわけじゃなくて、太すぎて食えない。汚い。確かに、これ巻いた意味ないんだけど。巻いた意味ないし、汚ねえし。日本いっぺんには変ねえで、私。うん、太すぎるから。いや、俺全然食えたけどね。歯がないんだっけ。うん、ちっさっぱがない。うん、ちょっと食うじゃうめえや。キメさん、おいしい、うん、おいしい、うん、キメさん、おいしい。吉田さん、はい、俺が火見とくんで、はい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 、キメさん、はい。え、一旦火が止めといてやる。あ、なるほど。はい、じゃあ終わらせてくれ。来ました、おいしい。あ、おいしい。はい。それいつなんだ。722。あ、722の閲覧の方、よろしかったらナイスナイス、よろしくお願いいたします。さあ、724ナイスからスタートになります、はい、ありがとうございます。ナイスが増えるぞミスタードーナツ、ナイスが増えるぞ。消費税廃止、廃止、消費税いらない、消費税いらない、ナイスが増えるぞ、積計の景気を上げてけ、ナイスが増えるぞ、上げてけ、上げてけ、さあ上げ上げぶち上げ、ナイスを、さあ731、731、さあ皆さんご来店ご来場いただきまして誠にありがとうございます。
さあ、ナイス、右下のナイス、あ、無料のナイス、あ、ご協力、ご協力、ご協力、お願いいたします。さあ、どん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 、あ、じゃんじゃんバリバリ、あ、右下のナイス、あ、どんどん、あ、な、押しちゃってください。あ、753、あ、さあ、どんどん上げていきましょう。ナイスポチャ、ありがとうございます。どんどんぶち上げ、どんどんぶち上げ。さあ、ナイスをどんどん、押しちゃってくださいませ。あ、757、747、752増えてきました。さあ、どんどん増えてきました。さあ、じゃんじゃんバリバリ、754です。さあ、じゃんじゃんバリバリ、どん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 、悪いけどどんどん押していってください。さあ、こんばんは、ナイスです。ありがとうございます、兄さん、ナイスです。さあ、759、さあ、どんどん、どんどん押していきましょうよ。ナイスが増えるぞ。だから今日、ナイスのね、数がね、ちょっと少ないですね。本当？いや、多いんだけど、760だから多いんだけど、うん、増え方がちょっと少ないですね。こんなナイス少なかったらもう焼けないよね、吉田さんね。うん、もう800ナイスいかないともうこれ焼かないっす。あ、そうだね。こんなやつらあるのにもうちょい増えないと。いやー、これだね。で、今340ぐらい増えたけど。あ、そうなん。800ナイスいかないともうこれ焼かないっす。もう終わりです、今日は。うん、そうなんだ。870じゃないと思います。まあいいや、それは冗談なんで。じゃあやりましょう、焼きましょう。はい、何ガノン焼きましょう。もういいよ。あ、ナネグロさん、さあ皆さん、はい、ナイス教えてくれた方ありがとうございました。ありがとうございます。ナイスが増えるだ。ほうほけきょうてめえこの野郎、ブロックするぞ。さっきから秋田とか勝手にやってるとかね、お前に見られなくてもいいんで、お前絶対ナイス押さないやつだろ。コメント見りゃあかんだよこの野郎。見らねえから、ナイス押さないやつお前いらないから。ナイス押さないで、ナイスが押されなくなるような出かけやするやついらねえんだよ。ナイスが増えるだ。おーミスタード。さあということで、皆さんナイス押してない方ね、押してってくださいということで、じゃあ皆さん焼きましょう、もうさすがに、うん、そうか、うん、もういいんかい。はい、あ、770ありがとうございます。押してくれた方ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうね。あ、電気です。あ、いらねえてめえ、方法計画でいらねえ、お前二度とコメントすんなてめえ。何言ってんの、味方とか知らねえよ、いらねえんで、お前のコメントあれなんだよ。鼻につくんだよお前は。いらない、お前いらない、いらない、お前いらないから二度と来んなお前。うん、もうやんねえそれ。うん、一二のよいしょ、さあやるぞ。んじゃうん、へへへ、よいしょ。いやでもね、これ営業妨害と変わんないですからね。ナイスをね、頑張ってる人に対してナイスを押さなくするようなさ、ね、ネガキャンコメントとか、はっきり言って営業妨害から何でもないからね。ラーメン屋行ってこうね、自分から好きでそこのラーメン屋行ってんのに、ここのラーメンまずいですよって言われたらさ、ただの営業妨害。そうやってること一緒なんですよ、ね。うん、そんなのもうお客でもリスナーでもないから、そんなの分かる。必要なリスナーじゃないんですよ。え、あなた方がコメントするのは自由かもしれないよ。でもこっちも選べるんですよ、リスナーをね。ラーメン屋の客と一緒で、ラーメン屋の店主と客と一緒で、うん、ラーメン自分から好きでね、ラーメン店来てこのラーメンまずいぜって叫ぶようなやつ、もう出来にできるから、ブロックという機能で。わかりますか。はい、ナイスね、ご協力してくれたらありがとうございます。775ナイスになりました。え、うん、75。さあ、そういうことで焼いていきましょう。よいしょ。これベーコンがね、一つ巻いちゃったから無じゃねえんだよ。だから食いきれねえんだよ、言ってんじゃん。私は分けて食わないと。丸ごとじゃ食えない。おばあさん。おばあはダメよな。お、784ナイス。上がってる。785。もうちょいで800いきますよ。あ、そう。うん。今日1000ナイスいけるかもね。いける？今、9時ちょいなんで、9時20分ぐらいから。あ、そう。うん。皆さんにね、このね、チンしない硬いの、これを食うようにね、後でやってみますかね。食えたらナイスよろしくね。
いや、それでは、それでライスは増えないんじゃないですか、ね、増えると思うよ、硬いやつだから、チンしないやつ、チンしないやつやってね。あ、電球どうも、うん、チンしないのやる気はすごいそれだと増えないと思うな、多分だチンしないやつだよ、芯のやつだよ、この芯の硬いの、ほら、バーガーどうも、これを食べたらどうですか、ナイスしました、ありがとうございます。うん、ちょっと跳ねてきたな、お冷やしいいな、やかんみれ分かるやん、跳ねてるから、うん、まあいいな、これ、はあ、うまいやな。あれかけてくんね、一つ。ああ、あれですか、塩コショウって食うんですか。硬いんだよ、これ。どうでもいいけどね。これはほら、よいしょ。こっちは家庭で、軸だから。どっち食う。どうでもいいや。あ、いいや。こうやって、あの、こうやって分けて食うかね。分けて食ったらもう、巻いた意味よ。だって食えないもん、これ。丸くて。歯が、歯がない。巻いた意味が。歯がないから、いいんじゃない、歯のある人はいいけど。分けなくて食えねえよ。うん、巻いた意味よ。うん。でも途中で吐き出すよりいいんじゃない、ね、うん、あ、アイテムのどうも、なんだっけこれ、うん、イルミネーションだっけ、うん、ありがとう、くりまんじゅうさん、こちら、ルームライト、ありがとうございます。ルームライトではないと思う、これよ。さあ、さあ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 、まあ、私これ一つじゃなくちゃ食えないよ、やっぱり二つじゃ無理、うん、まあねえ、くびれがあるわ、ねねちゃん、サラス、くびれがあるわ、ナイスした、アイテムを出す、まあ、ちなみにだけど、うん、ね、こんなゴミにナイス押すなって言ったらそれ訴えようと思って訴えられるからね。これガチだからね、うん、だって実際それでお金を競って使用金とか変わるんだから、やってることって営業妨害と変わんないじゃん、でこれで収益得てるんだからさ、これマジで訴えようとも訴えられるからね、うん、刑事じゃ絶対無理だけど民事だったら絶対いけるからね、うん、うまいわ、うまいわ、うまいわ、確かに、手のかかるやつはうまいやな、カレーよりは楽だよな、訴えるハードルってめちゃめちゃ低いからね、民事の場合。ちなみにだけど、あ、ナイスしました、どうも、あ、風船どうも、日本、あれですよ、国民にはね、裁判を受ける権利ってものがありますから、そんなレベルでもマジで訴えようとも訴えられるからね、うん、訴えられた時めんどくさいですよ、大して金が取られるような裁判じゃなかったとしてもね、
そういう裁判に対処するあのことを自分でできなかったら結局弁護士あの雇わなきゃいけないわけで、そしたらね、例えば10万ぐらいしか取られないような裁判だとしてもね、弁護士費用でそれなりの金額いきますから、ね、言っとくけど、結局本当に訴えられたらたとえ10万ぐらいしか取られなかったような裁判でも、まあ、結構長くいきますよマジで、うん、経験者は語る弁護士費用がマジバカになんないんだ、経験者は語る。あ、800ナイス、ありがとうございます、ありがとうね。ちょっと足んないよ、あまり入れるとね跳ねるからね、もういいじゃないこれは。最初のいいかもね。後から入れたんかまだ。熱くなっちゃダメだ。あ、風船どうも。はい、はいよ、これ茹でてあるから大丈夫か。はい、どうぞ。はい、皆さん、ナイス、ナイス、よろしくお願いします。678名の閲覧の方、よろしく。803ナイスになってます。804。うん、よろしくね。よろしくお願いします。805。なんで分かる？なんで分かるっていうか、それが分かるでしょ。吉さんが 見れないだけですよ、ちっちゃくて、その位置から。ああ、なるほど、そういうことか。そのスマホを見てないのにってこと？そう。いや、俺自分のスマホで吉さんの配信見てるから。あ、そうなの。そう。ああ。コメント読むように。あ、そうですか。あ、毎日内緒します。ありがとうございます。風船のもどうも。うん。なかなかね。うん。これベーコンが。あ、もう全部焼けたんじゃないの。ベーコンがね、丸ごとだからなかなか焼けないのよ。もう焼けたかった。ベーコンがなかなか焼けないのよ。なるほど。もういいかしら、これは。いいんじゃないですか。これいいかね。いいと思います。はい、柱じゃない。どうしよう、ご飯チンしようかな。私はもう食いたくないけど。レンチンしよっかな。じゃあ1個だけ食おうかな、ご飯。私は食いたくないね。
皆さん、ナイス、ナイス、よろしくお願いいたします。田中さんのご飯、ねねちゃん、佐藤さんのご飯、ありがとう。はい。はい、どうぞ。よいしょ。よいしょ。私この硬い軸を食べますかね。洗ってなくてさ、ね、洗ってなくてチンしてないやつ。何のアピール？これ私食いますから。もったいないからね。バチー、自分の手くっついて、洗ってないの。バチが当たったんですよ。洗ってない。普段ね、理不尽なことで人にばっか切れてるのに、バチ当たりですよ、吉田さん。私ね、神さん、神様見てるんですよ。神のね、イカズチですよ。こういうのがうまいんだよ、硬くてよ、最高なんだよ。はい、はい、どうぞ。何でも食べられますかね、チンしなくてもね。よく焼けた、あのアスパラね、うちあるとこないですからね。よく考えてみてください。皆さん、アスパラね、うちあるとこないですよ。もったいない自慢だ。そうだよね、ねねちゃん。なんでもね、うちはとこないよ。うちはとこなんかないわよ、あなた。はい、これで終わりよ。いいやつはね。あとは私のカス。私のカス。味付けはしてな、おりません。食べるときに味をつける感じです。これ私のカス。茎の部分ですかね。アスパラの茎の部分みたいです。はい。レンジ、あのチンしてません。カチカチのやつ。洗ってもないです。アスパラ捨てるとこはありません。ね。すごいです。ね。これで全部終わりでございます。なんとかなりましたね。食えるかしら。ちょっとかけてもらわないとわかんないね。これかけてみて、その硬いやつ。これちょっとかけてみて、しんご。え？これ硬いやつ、私の芯。2つあるで、しんご。はいよ、いいよ、硬いか、うん、やわらかい、うん、食ってみ、全然チンしてねえんだ。リアクションよ。こんな硬い、硬いに決まってんじゃんね。やわらかいわけ、ほんまや、やわらかい、いや硬いよ、硬い、硬いっていうか芯がある。ないよ、芯、芯がある。あ、風船の。これ芯があるよ。柔らかいとか言って次元じゃない、これ。芯があって食えないですよ。そう？うん。無駄な芯がなかったんじゃない？じゃあこれ食ってみて、これ。これ芯は食えないやろ。じゃあこれ食って、これ。これ。これ食ってみて。早く。ん？これかけて食ってみて。じゃあ硬かったんだ。まだ焼きがしない。そういう意味じゃない。芯があった。これ、これ食ってみて。焼きが足んないとかじゃないんだって。焼きが足んねえだけど。やわらかい。どう？
柔らかくないけどね。あ、そこそこ硬いけどな。でも食えねえ。吉田が食ったとこが柔らかかっただけなんじゃないの。おかしい。そこそこ硬いっすよ。じゃあ足んないや、焼きがなら。焼きが足んない。あと芯がある。そうだ、チンしてないから。これ一番下のやつだから芯があるよ。これじゃあずっとやっときゃいいでしょうね。私が食うから。芯がありますわ。もったいないから、ずっと私がこうやって食う。もったいない、もったいない精神。無駄にするとこ何もなかった。しっかりとかっていうのがそういうものはしておりません。無駄にするとこ何もなかったね、うん、すごいね。無駄にするとこなんてどこもないね。作ったとこはたまたまその芯もなくて柔らかかっただけだ。ありがとう夢グループさ。それ俺が食ったとこそこそこ硬いし芯もあったし。そうだね、うん、筋あるってアスパラは言ってるよ。いや、たまたまその筋がないとこ食っただけだよ多分。私、うん、そうかな。まだ帰ってより帰ってこういうものが好きだね。あ、そう。家庭。まあ歯応えあって美味しいみたいな人もいるだろう。はい、これでいいんじゃないの。ね、台座できたね。台座できたんじゃない。そうっすね、うん、じゃあ食べますか、うん、食べるかい。皮とかは一切処理してないっす。うん、うん、皮なんか全然処理してない。あ、ちょっと皮を剥いてないのかなって。そうですね、これは孫さんさんね、皮剥かなかったですよ全然ね。リスナーが言ってたマヨネーズパターンも言ってみるか。あれ嫌だよマヨネーズ、うん、うまいな、最高だ。作る前あんだけ嫌がってたのに。料理って結局ね、作ったら結構満足感あるんですよ、美味しいし。じゃあリスナーが言ってたとマヨネーズパターンでいってみようか。何が剥がさねえでよ。マヨネーズをかけたら美味しいよと、まあ、確かに美味しそうです。またこれとこれ散らかすクソガキ。めっちゃ散らかすね。ムカつくこのクソガキ。おいおいおい、箸をほら。ちょっと塩コショウかける、ちょっとだけ。めったよ、人の箸を汚さねえでよ。気持ち塩コショウかけて。いいからよ。じゃあいただいてみますか。さあ、私も少し触るかな。うわ、うまっ。疲れちゃった。うまっ。すごい疲れた。くたびれた。ああ、ダメ。うわ、調子悪いや。ぶっ飛ぶわ、これ。ああ、音だ。マヨネーズか塩コショウ最高やな。あ、悪いけどさ、あれ換気扇止めてくんねえかね。ご飯にはマヨネーズかけることによって多分換気扇止めてご飯が合うようになる。あ、うまっ。あー、うん、ダメだ。危ねえな、これ砂。
高速品ヌートクと。あ、ふふのがもうまっ。ああ、おもた。ああ、やばい、ちょっとうまっ。何がうまい。マヨネーズバター行く。ああ。でも行こうよじゃあ。もうでかいじゃん、でかいじゃんやだよ、この半分に切んねえと。切んなくて食えねえから切れない。食えないよ、私、マルじゃん。マヨネーズもないの？あるんじゃないの、まだ。あるこれ以外に。ある。どこにあるの？しまったね。あ、いやいや、もういい、もういい。もういい。それまだ。で、塩コショウちょっとかけて。逆さにしてしまったじゃん。ちょっとかける。逆さにしまっといて、これもったいないから、まだ出るから出るからしまっといてよ。いや、もういっちゃう、これもういいや、疲れた。ちょっとマヨネーズ少なめしといたんだけどさ、嫌がりそうだから。もう、疲れた、うん、これ、私食えない見えるとこで食って、食えないっつうんだよ、これ、くっついてたら戻さなきゃ。だから、しまっときゃいいだめよ。ああ、これちょっとご飯が太すぎて、ご飯が太すぎて、ああ太すぎて食えない。ご飯がバイオハザードになってる。ご飯がじゃねえよ、太すぎて食えねえよ。そうでしょ、だってねえ。うん、どうすか、マヨネーズバター。もうご飯に合うね、マヨネーズかけると。どうすか、よしえさん、どうすか。ポン酢かけても美味しいんじゃないですか。あとケチャップつけても美味しいって言ったやついるよ、リスナーで。あのケチャップとマヨネーズかけるとオーロラソースみたいになって、それでもまあいけるとは思うけど、まあでもケチャップか。うん、だから見えるとこで食って。見えるとこで食って。うん、おいや、はんぱ、うん、見えるとこで食べて。もう大好き、手が何、手が何、手が趣味。なんで食ってんのもいいとか言って。なんで食えないな。もういいや、手が趣味でしょうか。もういい。マヨネーズないの？あるんじゃない？どこに？どこに？どこに？ないよ。あると思うよ。見たもん、どっかに。多分もう使っちゃったと思うんですよ。もう一個あるやつ。ないよ。ない。もしかしてもうないですか、マヨネーズ。あるんじゃない？ないんだって。あったあるじゃん、見たもん。これさ、肩にしといて、まだ落ちるから。ああ、もったいないから。これで心置きなくマヨネーズ使えるやないか。ひちがいだな。うわ、これはぶっ飛ぶでしょう。で、ここにこうちょっとね、塩コショウちょっとかけて、これはもうぶっ飛ぶよ、これ。これはぶっ飛んじゃうやつ。これでご飯食ったらもう最強でしょ。いやいや、もうダメ。これはぶっ飛びますね。だってもう持たない。もうあんまり手がなんね。
やるなよ、汚いから。うん、私はこういうの。ちょっと決めたことあれだし。イルミネーションだっけ。うん。うまっ。私はこういうの食うかね。うん。私はこれ硬いやつ食うのが好き。ね。硬いのが一番最高だよ、あんた。これ、かけてくんねえかい、これも。サガンジャッチかけないね、おごとで。ああ。ああ、おごと。静岡は言ってどうしようね。私はこういうのが一番いい。うまい。うん。これはうまいわ。うん、肉が最高だ。うん、肉がうめえ。筋は多少残るけど、こんな筋残りすぎだっけ。うちゃるとこはねえや。筋はポン酢の方が合いそうだね。最高だ、これ。なんか硬いな。うちはどこどこでもねえや。うん、筋があって食えないよ、これ。ね、筋食ってんの。なんでこんな感じやの。筋があって食えないって。ポン酢パターンも食ってん。ポン酢もうまいんじゃない。ポン酢パターンいってみますか。なくちゃうよ、豆は。くそやな。これ。ポン酢パターン。これ。ポン酢。これがかけてくるやん。はい。かけてくるよ、これ。何を。ポン酢じゃない、塩だよ。塩。ああ、これ、いっぺんには無理だから、ほら、取るからよ。二本いっぺんには食えねえよ。もうダメ。ああ、ほんと。はい。ああ、腰掛けた。うん。ああ、息が苦しい。ああ、何するの、ほんと。うん、うまい。背が切れ。うん。これも太るわけで、うん、あっ何、うわー、バイオハザード。バカだよ、バカだよ。ちょっと私にくっつけないでよ。バカ、おっちょこちょいだからよ、こんなバカだよ。くまったな。口があるよ。口はこんなことしかいね。失敗ばっかりして生きてんだ、人生。与太野郎は。クマさんが。与太野郎はこんなことだ。さあ、俺はデザートこんな。ヨシエさんね、血圧の薬飲んでる人はグレープフルーツ食っちゃダメらしいよ。まあ、飯全部食い切ったん。あ、うん。なんで食い切っておくことしたん。うん。
マスコミ切れへんくればいいね。くっついてる。うわ、拭いたんかい、落として。イエス。気持ち悪いよ。さあ。もういいからさ、信号。これ、こういうものか片付けてから食ってくんね。悪いけど。ポン酢とか片付けてから食ってくんね。入れられたりするから。こういうのとか。もういらないものはどんどんしまってから食ってくんない？何でもいいけど。めったいろいろおっから失敗になるんだから。そうでしょ、なんだって。ダメだよ、そんなの。